父親がトラックの運転手をしてるので、その影響で自分もトラックに憧れてなるのが、まあ、夢でしたね。幼い頃からよく大型のトラックに乗せてもらってたので、その頃のことはよく覚えてます。最初不安だったんですけど、入社してまず先輩の横に乗らせていただいて、会社のルールであるとか仕事の流れ、運転の技術であるとかっていうところを、まあ、しっかりと指導していただいて、で次にまあ自分で運転して仕事をこなしていって、それから一人立ちするので自然と不安は消えていきました。まあ、僕自身が全然どういう会社かも分からない状態で、もともとそういうトラックを買ってもらおうと、なんかその野心みたいなのがありまして、会社の社長に訴え続けて買っていただくことができて、まあ、大事に乗ってっていう感じですね。会社に来ましたってなった時はやっぱりもう素直に嬉しかったですね。ちょっとこう着飾るトラックを乗ると、まあ、目立つので、まあ、いつ見られてても恥ずかしくないような行動を取らないといけないなっていう思い始めましたけど、乗り出してから。